それでは時間になりましたので、記者会見を始めたいと思います。企画シリーズでお伝えしています新型コロナウイルス8回目、今日は和歌山県の仁坂義信知事に登壇いただきます。今回の記者会見ですけれども、和歌山県庁と日本記者クラブをインターネットでつないだリモート会見の形をとります。こちらの日本記者クラブのですね、広い会議室、ここでですね、事務局の人数も絞って、それぞれが距離を置いた上で準備を進めております。そして会見参加者の皆さんには、インターネットを介して、ライブ中継をしていく形で行いたいと思います。司会は、日本記者クラブ企画委員、NHK の解説委員、伊藤が担当いたします。よろしくお願いいたします。これからの段取りですけれども、仁坂知事から、大体30分程度、資料を交えてお話をいただいた後、私の方から総括的な質問、そして会見参加者の皆さんから質問を受け付けたいと思います。従来と違いますのは、会見参加者の皆さん、画面、Zoom というシステムを用いておりますけれども、画面の下側に Q&A という部分がございます。こちらを利用して質問を送信してください。で、質問にはですね、所属先と氏名をご記入の上、送っていただくようにお願いいたします。その中から、適宜選んで質問をさせていただきたいと思います。なお、名前が難しい場合などありましたら、振り仮名を振っていただけると、幸いであります。それでは、仁坂知事、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まずお話をお願いします。それでは、謝罪していただきます。こういう日本記者クラブというですね、伝統のある立派なところでお話をさせていただいて大変光栄でございます。本来ならば東京に出かけていってということでしたけれども、こういうご時世ですから、こういう中継方式になったということでご了承いただきたいと思います。でまずですね、私が、多分、呼ばれた理由、というのはですね、この新型コロナ感染症ウイルス、ウイルス感染症早期に大正会有田病院 の, クラスターが発生して、院内感染が大変だという話があって、それをうまく再生させた、それで呼んであげようと、こういうことではないかなというふうに思うわけです。したがって、その時の話をまずさせていただきます。あの時はですね、2月13日でございましたけれども、どうも院内感染が起こっていると、お医者さんが何人か、それから院内でも発熱をして、苦しんでいる人が随分いる、ということで、これは偉いことだというふうに思いました。で、これはやっぱり、院内感染がこれ以上拡大させちゃいけないというのが一番大事なことでございますので、まず、かかっている欲しい人をPCR でどんどん検査をして、それで陽性の方は別の病院に搬出をして、そこで確認するということをしました。でただ、これ、病院でございますので、入院患者さんをよそに移すわけにはいきません。で、したがって、まだ発症していない、あるいは怪しい、そういう入院患者さんをそこへ置いたままですね、入院していただいたまま、このオペレーションをしなきゃいけないという苦しみにありました。でそこでですね、陰性の方を増やしていればいいわけですけれども、人にうつす可能性のあるところから、人からトリアージをいたしまして、例えばお医者さんは、あるいは、看護師さんは、それぞれのところに、患者さんのところにいらっしゃいますから、うつす可能性がありますね。したがって、そういう人は最初に。それから発症者の隣にいた人とか、そういう人は対処に。で、そんなことでトリアージをしてどんどんやっていきまして、しばらくするとですね、多分もうこれはこれ以上増えないな、というふうに、実は思ったんですけれども、もう一つの目的は、なぜこれから新型コロナウイルス感染症が、潮流バックっていく、この大きな病院が、戦力にならないというのはとても困る。一日も早く体制を立てたいと思ったわけです。そうするとですね、いやもう大丈夫ですよって言ってもなかなか皆さん信用しませんから、これはちょっと異例なんですけども、全関係者、PCR 検査ということを勝手に言いまして、ね、厚労省のご協力、大阪府のご協力も得てですね、それで割合相当にやってしまった。
それであとはまあ経過観察ですから、あの2週間経って、大丈夫なんで、3月4日に、再生することができた。これが一つのステップでございます。で、その時にですね、周りで、実は、どんな形でこの病院の中に入っちゃったかっていうのは分かんないわけですから、周りで、まあ、当時は中国人以外に決まってるんで、中国人の方が立ち寄ったところがどっかいないかとかですね、いろいろ、徹底的にヒアリングをしましてね、それで、ちょっとでも症状がおかしい人はちゃんと見るとか、そういうことをやってきましたが、これもほとんど大丈夫ということなんですね。で、したがって、だんだん安心してきたということでした。それからもう一つ懸念したのは、済生会有田病院という病院で、このような院内感染が起こっているということ。県内に随分実は広がっているんじゃないかという疑いを持ったわけです。それで、大体の人はですね、肺炎を起こしますから、変な肺炎が、県下にないかということを積極的に調べまして、それでその肺炎の人に関しては片っ端だから PCR 検査をしました。で、その結果全部陰性だったものですから、これもどうもそんなに流行っていないなということになって、まあちょっと安心したということでございます。で、記者会見を全部自分がやりました。これは割と評判が良かったんですが、まあ、理由は2つございまして、1つはこれ嫌なことです。で、嫌なことっていうのはですね、部下に任せて、トップが逃げろというわけにはいきません。で、もう1つはやっぱりどこまで行っていいかということについてはですね、なかなかとっさの判断がいります。で、上に登壇してないからということで、ごまかしたり隠したりすると、いろんな疑心暗鬼を見ますから、まあ、自分がその場で判断をして、それで感染予防に必要なことはどんどん言っちゃったというのが、あの時の姿でありました。で、その結果で、ね、もうマスコミでは、まあ、偉いねと言われましたが、もう一つはですね、PCR をたくさんやったんですよね。で、たくさんやったので、PCR をたくさんやった偉い人ということで、なんか言われてしまいましたが、これはちょっと私は自分で言うのも変だけど、違うような気がするんです。で、PCR が可能で、議論をするんじゃなくて、PCR はあくまで隔離の手段ですから、それを忘れて、隔離をしないで PCR 検査だけすると、韓国みたいなような気がしておりました。で、その後も岡山県ではパラパラと感染者が出る。で、その度ごとにですね、実は一定の、まあ、哲学でもって我々が対応しています。まあ、これが本当の和歌山、方式だと思っているんですが、簡単に言いますと、発見と早期発見と、それから早期隔離と、徹底した行動履歴のトレース、でございます。で、まず発見されます。そうするとその人を隔離をしなきゃいけないんですが、その人からですね、あとはどういう行動をしてきましたかということを徹底的にヒアリングをするんです。それでそのヒアリングをした相手先にですね、今度は急いで迅速なヒアリングをするということで、何か起こってないかということを、まあ、探知して、まあ、あんまり起こらなかったんですけども、そういうことで潰していくということをずっと繰り返しやってまいりました。で、クラスター、病院で起こってしまったんですが、まあ、クラスターを出さない、だから早期発見して、一個一個潰していく。で、でクラスターに出てもですね、次のクラスターに行かせないです。これが、まあ、一番大事なことだというふうに思います。ただ偉そうに言えないので、ついこの間学校で、クラスターが出てしまいまして、これは大変不名誉なんですが、次のクラスターに飛ばないように、それはもう全力を挙げて封じ込めをしているという状況です。で、ちょっとこれは面白おかしく言いますとですね、この徹底した行動履歴調査なんですが、中国とか韓国はIT 機器を使って、デジタルでトレースしてますよね。で、和歌山県は残念ながら日本もそうですが、そういうことができないので、
ヒアリングを徹底してやって、アナログでヘッドレースをしていると、まあ、こんな感じかな、いつも笑い話で言っています。それから、その早期発見という観点からすると、実は一つだけ、政府のご意向に逆らっているところがございます。でこれはですね、政府の方、どこまで、きっちり言っているのかどうかよくわかんないですが、専門家の方はよく言うんですけども、はじめに、いろいろ熱が出たりしても、4日間ぐらいは、まあ、自宅にいてくださいと。そこから、感染症指定病院に行ってください。まあ、こんな風によく言われることがあるんですが、和歌山はその方式を、取っておりません。で、どうしてるかというと、風邪をひいたら、院長としては、お医者さんに行きたくなるから、別に一般的なお医者さんが、早くの医療崩壊を起こしているわけじゃないので、したがってそこへ行って、患者を見てもらう。大体 99.9% コロナではありません。で、しかし、どうもおかしいと、なかなか予想外のことが起こっているというふうに、クリニックの方でも、誰でも考えたらですね、レントゲンを取っていただいたり、あるいは CT を取っていただいて、肺炎をですね、疑っていただく。肺炎であるということになったらですね、そしたら今度は保健所に連絡をして、で以降は保健所の領域、感染症指定病院でちゃんと PCR 検査をして、隔離をするとか、そういうことをやるわけです。陽性の場合なんですね。でも、この時点でもですね、実は、95% 以上がですね、新型コロナではありません。普通の肺炎であることが圧倒的に多いということであります。で、もしですね、政府の専門家のおっしゃるようにしたらどうなるかというとですね、これは、例えば3月2日に安倍総理が学校を休校してまで封じ込みをしたり、で、その封じ込もうとされたときに、実はうちにいてくださいっていうのは明らかにですね、専門家の方も言っておられるように、もう医療崩壊が起こってしまって、もうむちゃくちゃになってしまった状態の対象としてだと思うんですね。で、それを強調して言うというのはおかしいな。それから重症者を放置することになる、という恐れがあります。それから、もし仮に、よくかかって、それで、じゃあやっぱおかしいということで、医療機関に出かけるということになると、そこはクリニックじゃなくて感染症指定病院にみんな殺到することになりますよね。そうすると、ミニ病崩壊が起こってしまうじゃないかと。そんなふうに、私たちは、思っております。で、実はですね、この、新型コロナ、マスコミもそうですが、みんな、累計で発表されておられます。世界中もそうだし、日本の各県別の病棟もそうです。だけど、私はそれおかしいと思っています。治る人がいたらです。我々が対象としなきゃいけない、あるいは病院の医療崩壊を起こさないようなことも考えなきゃいけないのは、現在の患者数であるというふうに思うわけです。で、現にですね、和歌山県は、あるときに、これ見ていただきますと、あるときに感染者が、多分日本で一番になった日があったと思います。済生館有田病院のおかげですね。だけど、この後、そこを封じ込めて、あんまり出なかったものですから、どんどん、患者さんが減ってきて、で、3人っていうぐらいまで行ったわけです。で、我々はこの3人を相手にしながらですね、やっていけばいいわけですが、これが累計でいきますと、もっともっと多いわけです。で、ところがですね、だんだんこれは大変ですが、4月になってから、随分たくさんの方が感染をするようになりました。で、したがって現在はですね、この時点で10人の方々を相手しなきゃいけないということになってて、今日も出ないかなと言って大変心配をしているということであります。で、現状を申し上げますと、ちょっと前に増えてきたときは、特に大阪の夜の街、繁華街に行ってもらってこられた方が和歌山で、続発をしました。それで私の方も、特に大阪へ遊びに行くのはもうやめてくださいというようなことを言ったし、歓送迎会は危ないですからやめてくださいというようなことを言ったりしておりました。で、しかし、
その中でパラパラと今度は遊びに行ったんじゃなくて、電車で通勤をしている人が少数ですけども感染をしているということが分かってきました。それからちょうど4月1日は人事異動期ですから、感染症対象地域から緊急、措置の対象地域になっているところからも随分和歌山に東京大阪のようなところから転勤をしてくれます。それからまあちょっと東京なんだか大変だっていうんでですね、小山さんが学生さんを呼び戻したり、そういう外省、避難、そういう方々もいらっしゃると思います。で総理もそれから、例えば、指定地域の方々もこの、部長さんもよそ行かないでくださいというふうに言っておられるけれども、まあ来た人に、ひねめかしいことを言うのはちょっと人情に劣るわけですから、我々はこの方は2週間じっとしててくださいというふうに言っています。で合わせてその人こそ健康管理が必要なので、観察の目が行き届くように登録をしておいてくださいということで、結構多くの方が登録をしてくれています。で、現在、少し頻度が上がっている状態で、ございますから、現在は全力で封じてきておるんですけれども、まあ、次のことも考えさせないといけません。で次のことというとですね、多分病院の再編が必要になってくる。今は感染症指定病院の感染症指定病床、これが30と肺炎入れると40ぐらいなんです。これで十分間に合ってるんですが、しかし、この調整増えてくると、その病床を空けていただく必要があるので、それは今、努力中であります。でもうちょっと増えてくるとですね、今度は、実はもう治っているんだけれども、まだ陽性が消えないという人が随分いるんです。済生会の病院のあたりの患者さんの一人は、実に45日間、陽性が消えませんでした。で陽性が消えない人は外へ出すと移るわけですから、出せない。だけど、症状なんかもう全くない。もう症状がなくて1ヶ月以上じっとしている。まあ、こういう人もいたわけです。でそうすると、新しい人を入れるためには、前にいた人を、どっかへ出さないといけない。そういう自宅へ戻したら移りますから、ホテルを借り上げたりするっていうようなこともこれから必要なんで、それは密かに実は我々は準備をしております。ただまあ今あんまりそんなことばっかり言ってもしょうがないので、防圧を一生懸命やっているということでございます。でただこの時にですね、私は大事なことは病床のベッドではないと。医師、看護師、誰が手当てするか、人間の問題だというふうに思うんです。で、いきなり軽症者の人をそういうホテルなんかに入れますと、大体誰が面倒見るかということで面倒見るのも大変ですから、実は軽症者といえども急速に重症化する人がいる。でだけど、重症化した人、あるいは軽症のまま終わった人、治っちまった人っていうのはほとんど繰り返しません。でしたがって普通のホテルで泊まっている一般客と同じように、ウイルスの拡散だけはやめていただくということで、お世話できるんじゃないか。そうするとお医者があんまりいらないということで和歌山県は考えています。で次にですね、緊急事態宣言のことをちょっと申し上げたいと思います。で、まあ、よく安倍総理の、宣言が遅いとか、まあ、自分のところでもやってくださいというような話が、あるようになります。実は私はあんまり意味がないかなというふうに思っています。なぜならば、この緊急事態宣言に伴う措置自体がですね、まあ、平和な、あるいは甘い、国家の構成だというふうに思います。で強制力はほとんどありません。でそういうその反対、平和でない、あるいは甘くない、そういう権力要請をですね、取る、あるいは私権の請求をする、これは国民の皆さんも、マスコミの皆さんもとても嫌いになる、そういう国だというふうに思います。で、報道で外国の例なんか出てますけども、国民の皆さんやっとしたらあると同じように
考えてるかもしれないが全く違うっていうことだし、実際は措置がない宣言が出ても措置は県知事の措置ではないですね。で、すでに皆さんですね、私も含めてですけれども必要と思われることは皆さん必死で一生懸命やっておられるわけです。でそれを上回る、宣言が出てもそれを上回るものでも評価されるものでもないんじゃないかなというふうに私は思っています。でこの騒ぎの中でよく地方側がですね、国に基準を示せということをよくおっしゃるんですけど、結局は最後は自分で責任を持たないといけないので、あんまり司法文献とか権限を地方に移せとかよく言っている流れの中ですから、どうかなというふうに私は思っております。国自体はですね、レベルの高い専門家の知識を結集できるわけですから、結集されたものをどんどん発信してもらえばいいんで、基準とか指示とかそういうのはですね別にそんなに求めていなくて、我々はそれをうまく使いながら、全部はひょっとしたら、そのままできないかもしれないと自分で判断して、和歌山のために頑張ればいいんじゃないかな、そんなふうに私は思っております。それから国の措置、よくマスコミに私も呼ばれてますございまして、国はできないですよねって言ってすぐそういう質問をされるんですが、いや私はあんまり国の措置はすごいしていいんじゃないかなというふうに思っております。でしかし専門家と称する方がよく見解を、出されるわけですが、拝見しておりますと、この知識の1から100まで、全部順番に喋っておられるようなことがあります。で現実の世界で大事なことは今がどういう局面かということを考えることということでありまして、これを誤ると困難が生じるというふうに思うわけです。一流の専門家は今はこういう局面でしょ、だからこれしなさいというふうにちゃんとアドバイスできるかもしれないけれども、究極はやっぱり政治家とか行政のトップがですね今どういう局面かっていうのをちゃんと考えて、それでその一連の専門的な知識の中でやらなきゃいけないことっていうのを取捨選択していくということが大事なんじゃないかということを思います。先ほどの例で言えば医療崩壊っていうのは、これは大衆欲求、それを恐れて、バーストしたら仕方がない措置を、まだバーストにしてないような、初期の抑え込みの時期にご面倒するっていうのはどうかなとっていうふうに、思います。でかえって、そのおかげで医療崩壊を招いてしまうということもあるんじゃないかな、こんなふうに感じるところもあります。で今和歌山も日本全体はそうですが、経済も学校もはっきり言うとめちゃくちゃであります。で、今は耐えつつですね感染との戦いに全力を挙げなきゃいけない、そういう時だと思います。その中で和歌山はまだ防圧の段階だというふうに思います。でその防圧ができなくなってくれば、次は次のレベルに行かなきゃいけない、それができなければまた次のレベルに行かなきゃいけない、それは県民の皆さんによく説明をして、それでレベルを変えていくということになると思います。今のレベルで言うと、今のレベルは患者をなくす少なくするレベルだと思います。次のレベルは病院崩壊をしないようにするというレベルだと思うし、最後は死者をなくす、死者だけはなくすというレベルだというふうに思います。そして、次のことを考えれば、我々は復興のことも考えておかないといけないということだと思うんです。で、これも、あれはね、行政預かるもの、政治を預かるものの責任だというふうに思います。で、その全てについて、用意はしておかない。しかし、タイミングを誤って、いろいろ言い散らかしたら、県民の皆さん、国民の皆さん、みんな惑うし、あるいは一生懸命対策をしている人の士気も衰えるということになるので、和歌山県は密かに用意もしながら、実は防圧に全力を挙げるというのが現状のところでございます。以上です。
井坂さん、ありがとうございました。まず私の方からですね、いくつかですね、質問させていただきたいと思うんですけれども、まず直近の動きということで、政府の緊急事態宣言に基づいて、7つの都府県にですね、緊急事態を対象地域ということになっているわけです。和歌山考えてますと、関西では大阪府、そして兵庫県ということで、特に和歌山の場合は、大阪との関係も密ですけれども、この状態の中でですね、和歌山県としての取り組み、何かこれまでと違うこと、新たに取り入れている点、そんな点があるんでしょうか。はい、これはですね、先ほどもちょっと言いかけましたけれども、ちょっとこう局面が変わってるな、患者さんも増えてきて、でそれは遊びに行った人をこうやめてもらいたいと言ってるだけじゃちょっともう持たないね。で通勤客についても、少し患者さんが出始めてる。でしかもですね、大阪や、関西圏、ですね、全部は大変な我々にとってお客様であるということに関係の深いところですよね。観光客もかなりの部分がそちらからお見えになるわけですし、その人たちも何て言いますか、心を傷つけるようなことをしてはいけないというふうに思うんです。で、それから通勤客を、一概にですね否定するわけにもいかんし、これは無理ですよね。で、だから折り合いをつけてやっていかないといけないんですが、じっと緊急事態措置と、それから総理の宣言の中を見てると、できるだけ県外に行かないでくださいと言って、もう事件 の, 自分の県の方、あるいは一般的にもう呼びかけてますよね。そんならばそれをハームするようなことを、やってはいけないという正当性ができるんじゃないかと思いました。でそこで往来について、今までの、遊びに行かないでくださいねだけじゃなくてですね、基本的にはできることなら自粛をしてくださいっていうふうに変えました。で特にやっぱり遊びに行ったり都市部に行ったりするのはやめましょうねっていうことを言ってるんですけど、それから先ほど言いましたように、こう永住型で、長期滞在型で移ってこられる人については、ちょっと観察をさせてもらいますよっていうことを言いましたが、通勤客はそこまで行きません。だけどできるだけテレワーク、あるいは工夫、そういうことでですね、感染のリスクを、往来による感染のリスクを減らしていこうということについても和歌山県の対策として申し上げた次第でございます。その関連で、どうぞ。もう一つはありません。観光について言うとですね、来られる人をね、帰ってくださいというわけにはちょっといかないと思うんですけど、少なくとも県内の観光業者の方には辛いけれども、感染対象地域、この緊急措置の、対象地域の方々からはですね、予約は取らないようにしようというふうに指導することにいたしました。特にこの時期、年度替わりということで、例えばですね、和歌山に引っ越してこられる方、あるいは和歌山から出て行かれる方、それが対象地域になる可能性もあると。特殊な時期ですよね。あるいは学校が休校になっているときに帰省で来るという方もいらっしゃるかもしれない。こういう方たちに対してはどういうメッセージを出しているんですか。はい、どうもさっき言いましたけども、安倍総理の宣言を見ていると行くなって言ってるように言ってるんですよ。はっきりそうおっしゃってました。でただ、ちょっとね、一人一人の方に来るなとか帰れとかですね、当然そんなことは言えませんよね。和歌山県の基質としてはそんなこと言えません。ですから怒られた方についてはですね、自宅待機を基本として、様子を見てください。でその時にちょっと熱が出てきたんですがと言ったらですね、普通も和歌山にずっといる人よりも丁寧に対応しますからということで登録をしておいてもらうということをしたんですね。で、行かれた方の人についてはですね、その行かれた先で当局の指示に従ってやってもらうしかないとは思いますけどね。もう一点ですけども、学校の取り扱いなんですけれども、一旦は再開を目指されたっていう、そうですけれども、はい、改めてこう延期をすると、休校の期間を、県立高校ですかね、と、はい、いうことになったと、
こういうことになりますとですね、まあ、判断が変わるとこれトラブルが起きるのか混乱が起きるのか、あるいはそれをこうどういうふうに受け止めるか、混乱だと思うのか、はい、それとも必要だというふうに受け止められるのか、この差があると思うんですけど、これはどういう根拠と、はい、どういう対応されたんでしょう。はいはい、あのまずですね、ちょっと前から、和歌山県はあんまり流行っていないという前提でですね、これはもう和歌山は再開をしてもいいんじゃないかと、いうふうに基本的には考えて、で、再開をするとするとこういうやり方でいこうということについて準備をしてきました。でただ、実は実際に起こったんですけども、状況がコロコロ変わる可能性があるから、8日ないしは7日の開始より前ですね、直前に本当にやるかどうかを言わせてもらいますというような言い方をしてたんです。で、それを2つ申し上げますとですね、このまずどんなふうにして再開するか、これ今でもそうなんですけど、休校を行ったときに、一部の生徒はですね、どうも人が消えたタコのように、3密のところに入っちゃったというのが結構あるんですよ。それはもっと危ないので、したがって休校の時は学校の先生が、必ず1回担任の生徒さんにですね、今何してるの、大丈夫とか勉強はとか、そういうことを連絡する、これを原則にすることにしました。それからですね、再開をして授業をやっている時は毎日健康観察表というのを作りましてね、それで、親御さんには熱を測ってもらったり、そういうのをちゃんと意見もいただき、それで先生側からの意見も書き、親の意見も書き、毎日それをですね、往復させるということによって、学校自体をですね、さっきの早期発見がありましたね、異常の早期発見の装置にしてしまうというふうに思ったわけです。で、もちろん3密にならないようにとかいろいろ工夫しながらやるんですけれども、そんなようなことを考えて、まあ、学校再開しようとしましたが、ちょっと増えてきたということで、これはやめました。で、ただ、ずっとやめるということについてもですね、状況で見て考えていかないといけないので、1週間単位でですね、判断をしていこうというふうに思っています。で、1週間コロコロ変わるのはどうかっていう議論は当然あると思います。で、だけどですね、そもそも学校行くのが当たり前なんですから、夏休みはいつからですよなんていう話とはそれは違うわけで、したがって今はやっぱり言ってはいけない、やっぱり言ってください、それはですね、その都度判断していくもんだと私は思っておりますので、1週間に1回の判断でいいんじゃないかと思っております。私からはまとめの質問になるんですが、まあ、最初お話をいただいた中で注目されているのは済生会相田病院、これをどういうふうに対応したかという点だと思うんですが、知事がおっしゃるいわゆる和歌山方式というものですけれども、これはやっぱり適用できる時期とですね、それからまあ地域数ですね、これにもよるんだろうと思います。まあ、これはどういう時には通用するものであって、そしてどういう地域だったらできるのか、まあ、和歌山という特性もあるんだろうと思いますけれども、そこら辺は知事としてはどういうふうにご覧になってますか。はい、まずね、知事としてはどこでもできる。で、和歌山方式っていろいろな定義があって、私が言いましたのは、早期発見隔離、それから徹底したトレースというのだとすれば、それはどこでもやるべきことだと思うんです。で、和歌山も実は2番目の学校クラスターがほんの数日前に出てきてしまいましたので、で、これについては今そういうふうにしてやっています。で、ただPCR の話はですね、これはあの時期だから、またちょっと一つしかないので、早く病院をみんなが信用するような形で立ち直らせたいと思ったので、わざと PCR をたくさんやったっていうところもあるんですね。だからそういうことも含めて考えると、今こんな風に流行ってくるとですね、和歌山もまだなんとかなりますけど、でもっと流行ってくるのはこれは同じようなことはできないな。で、和歌山も人の信用を勝ち取るために PCR を使うっていうのももうちょっとできなくなりました。だから今は
早期発見、隔離、そして、徹底したトレース、これでやっていくしかない、それで適宜 PCR を使うということだと思っています。はい、わかりました。確かの質問はここまでとさせていただきます。この会見をですね、インターネットを通じてご覧になって、くださる皆さんの中からいくつか質問が来ていますので、それを質問させていただきたいと思います。今のですね、PCR 検査の件について質問が来ています。読売新聞の OG で、ジャーナリストの河野さんからですけれども、和歌山県は PCR 検査を受けた人のうち、陽性者が占める割合は 1.7% ですと。で、東京都は 27% ですと。これをどう見ますか。つまり、東京都は検査数が少なすぎるのではないかと思うのですが、という質問なんですけれども、この PCR 検査とその陽性率の関係、これは知事はどういうふうにご覧になりますか。本当がどうかというデータになっているのかということについてはよくわかりません。ですから、コメントのしようがない領域だと思います。和歌山県はなんでそうなのというとですね、さっき言いましたように、済生会相田病院に470検体をですね、一斉に検査というか数日間かけてやってしまったんですね。それは多分もう予想としてこれ陰性に決まってるという人までやったんです。ですから時々ですね、そういうことをやりますので、それは存在証明のためというか、もう要するに陰性証明のためにやるというようなことを時々意図してやりましたから、大変陽性率が少ない、ということがあるんじゃないかなというふうに思っています。で、普段はですね、実はさっき言いました肺炎発見法がありますね。一般のクリニックが怪しいと思って肺炎を見つけた。で、それから最近はその肺炎に加えて味覚障害、あるいは深刻な下痢、そういうものも加えてるんですけど、そういう異常を発見した時の PCR という点ではですね、まあ、1日にせいぜい10件か20件なんです。で、まあ、ほとんど陰性なんですけど、数としては、そんなに多くありません。したがって、ものすごくパーセンテージが低いのがですね、ちょっと政策的に使っちゃったっていうところが大きいからじゃないかなっていうふうに思っております。次の質問なんですけれども、朝日新聞の大牟田さんからですね、感染症対策には専門的な知識が必要で、医師であっても必ずしも適切でない考え方をする人もいるように思います。それにもかかわらず、いろいろ独自の判断、対応されているようですが、その自信、どこから出ているのですか。どなたの知恵をお借りしておられるのでしょうか。こういう質問なんですが、判断にのアドバイス、これどういう形なんでしょう。まずですね、国の専門家のご見識、あるいは報道機関の専門家の見識、まあ、最近興味ありますから、ものすごくちゃんとフォローしています。それで立派なことを言っておられるなというふうなことも多いんです。で、和歌山県にはですね、どこでもそうですが、義務系の議官が少数ですがいます。それで、責任者になっている非常に信頼性のある人がいますから、そういう人と一緒にですね、そういう知識は知識として、今どういうタイミングで何をしなきゃいけないのかっていうのは、ものすごく真剣な議論をしてですね、これで納得づくでやってる、そういうことで、ね、私が何も独走してめちゃくちゃなことをやってるわけではありません。その関連なんですけれども、県庁の中ですとね、比較的こう統制が取れるというふうに思うんですけれども、例えば、病院、相田病院の場合もそうですけども、必ずしも県が直接所管しているわけではないですね。あるいは検査の流れを考えたとき、市町村の保健所、そしてあるいは、そこを検査機関との橋渡しとかですね、さまざま調整も必要になってくるわけですけれども、県の中で関係する部分とそれ以外との調整、ここも難しい点があると思うんですが、水坂さんは知事はどういうふうな対応を取られてきて、どういうことを心がけたんですか。一番心がけたのはですね、論理です。要するに、今こうでしょ、こうだからこうだからやらないといけないでしょということが一番大事なことだと思うんですよ。で、それに対してあんまり意味のないことは、前例であるとか、国からの誰からの指示とか権限とか、そんなことはない。二の次ですよね。一番大事なのは県民の命と健康だから、そのために、論理を尽くして議論をすればいいんで、それで、それは絶対分かってくれますよ。そういうことだと思います。
では次の質問です。日本新聞協会の浅賀さくらさんからです。3月5日、大阪のライブハウスでコロナに感染した和歌山市内の女性について、伊坂知事は女性の行動履歴だけではなく勤務先の会社名まで発表されました。で、公衆衛生と個人の情報保護、個人情報の保護の間で葛藤などがあれば教えてください。またそれでも個人情報公開に踏み切った理由、真意についてもお聞かせください。こういう質問ですが、いかがでしょう。これは大変です。でまずですね、一番大事なことは何かというと、感染を拡大させない、これが大事なので、プライバシーはその次だと私は思っています。こういうご時世では、つまり個人情報も、そういう感染症を拡大させないためにはですね、言わないとしょうがないときは言うということですね。だけど逆に言うとですね、あの人どこへ住んでるのとか、なんちゅう名前とかですね、そういうことについては全く意味のないことですから、今もは初めから言いませんと言って、記者会見でやっています。で、ライブハウスの関係ではですね、コールセンターにも勤めがあったんです。で、コールセンターっていうのは、一つの大部屋に多くの人が入ってきて、それで装置が共有している場合なんですね。で、従って、これは全部映ってんじゃないかという恐ろしい予感もあったし、それから、和歌山市に勤めているということを喋らざるを得ない。それで、どういう通勤経路で、どこから行っているということも喋らざるを得ない。でそうすると、和歌山市というのはものすごい広いわけです。和歌山市中にですね、疑心暗鬼の渦を巻き起こしてはいけないということで、和歌山市長さんから特にお願いがあってですね、もう名前を特定して発表させてもらってください。でないと、和歌山市中が大混乱しますと言われたんです。でそこで社長さんにお願いをして、でぜひ名前発表させてください。その代わり全員を検査をして陰性を証明してみせて、全員陰性だったら本当は、検査から2週間自宅待機ですよね。でだけどそういうことでないということが証明されたんだから、自家用車で通う限りにおいて、もし発症しても他の人にボーンと行かないような形で営業を再開していただいて結構ですというふうに申し上げたわけです。でそういう一連のですね、装置の中で名前も発表させてもらったということですね。その情報の提供ということで言いますと、これはやっぱり、非常に個人情報をどうするかって個別の判断も必要になってくるということですよね。はい、ここの判断で、ということは、かなりのですね、かなりの情報を集めてですね、行動歴も分かっている場合はできるかもしれませんけれども、これから先、なかなか全国の数字を見ますと、どうも行動が追えない、感染経路が追えないような人たちも出てくると。こうなりますと、この発表のあり方も難しくなってくると思うんですけど、そこら辺、まだ知事はどんなお考えでしょうか。そうだと思いますね。要するに、感染予防、対処防止、関係、なければプライバシーは絶対に守るべきなんですよね。ですから私たちが今までやってたのは行動履歴ちゃんと増えて、それで他に移さないためにはこれは言わざるを得ないという時にだけ言ってたわけで、それがもうそんなこともできないような状態になったらそんなことを言ってられないと思います。でただですね、私はその感染経路が明らかにならないという、はい、終わりと言ってるのがちょっとどうかなと思ってるところもあったんです。もうこんなに増えてくるのも同じかもしれませんが、20とか30のところで感染源が明らかにならないのが増えてきましたとかですね、そう言ってるんだけど、感染源は明らかにならなくても感染者の、前後の行動履歴は終えるわけですよね。だからそこのところを徹底的に防圧にいけば、その防げるものは防げる可能性が出てくる。だからこういう意味では今ちょっとどうかなと思うけど、まだまだ和歌山はそれが続けられる状況だと思います。もう一つ、この情報の提供のあり方に関連してですけれども、一方ではこう不確かな情報が広がったりですね、さまざまなことになりますと、例えば感染者あるいはその接触者
さらには医療関係者に含めてまでですね、まあ、言われない差別とか中傷も起きているということが報告されていますけれども、まあ、ここら辺との関係ですね、そういったことあってはならないと思いますけれども、これにどう対応していくのか、伊坂さんはどういうふうに一番対応されますか。本当にあってはならないことなんですよ。で、知らなくても感染症と関係、感染のね、拡大とかいうこととか関係ないことまで知りたがるのは全く間違ってますね。で、そんなものは一切私も言いませんし、それから実はこの初期に、たくさんの相談ダイヤルを振りました。で、これは自分がかかってるんじゃないのっていうことを尋ねに来るダイヤルのつもりだったんですけど、かかった人はどこに住んでるんですかって、そんなことばっかり聞いて、ちょっとダメって言ってですね、激しく叱責をしたりしてやってきました。だからそこは感染症防止のためにだけ必要な情報は出すけれども、どこにいるものは出せないというのが原則なんじゃないでしょうか。これからのことをちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、一つはですね、先ほども知事指摘されましたけれども、まあ、これから、まあ、ある意味で言うとベッドの問題ではなくて人、あるいは、まさにそういうようなこともおっしゃられていましたけれども、まあ、長期戦になるかもしれないという構えの中で、まあ、間病院の経営もありましたし、その後も続いているということになりますと、かなり長期的にならってきますと、特に医療関係者、あるいは保健所の関係者、最前線の現場の疲弊が続いてくると思うんですけど、これにどういう措置ができるのか、この備え、県としてできること、あるいは国の支援が必要なこと、これはどういうふうにお考えになりますか。まずですね、県としてやらなきゃいけない。で、これはですね、セクショナリズムを排除されていない縦割り行政を。で、大体はですね、例えば、よそは知りませんけど、保健所の人が担当、それからその上の健康局の人が担当、今でも他にもあるんですよ。そうなってるんですけど、ありとあらゆるこの仕事をですね、そこへぼーっとそのかけたら、あっという間にパンクするようになったでしょ。で、したがって、今申し上げましたような、そのメインストリームの仕事に従事している人には、ちゃんと専門的な仕事を余裕を持ってやってもらわないといけないので、応援も出そう。それからですね、例えばさっき言いました、行動履歴のヒアリングトレーサーありますね。これ医学的指示になってもできるんですよ。したがって、それはメインストリームの人の他に応援団も作って、県庁の中でね。その人たちに独立してやらすとか。でそんなようなことを心がけてやっています。で、まあ、これは県の状況なんですけど、これに対しては、ずっと前からお願いしてて、まあ、認めてくれてるんですけど、例えば病院を再建するときに、不利益にならないように病院に保証していくとか、あるいはホテルを借り上げるときに、その不利益にならないようにちゃんと提供していただけるようにするとか、そういうのをつけておいていただかないと絶対にむちゃくちゃになりますよなんていう話をもう随分やってきました。でそれちゃんとつけていただいたんで私は大変評価しています。もう一つ今度は経済の影響についてですねちょっと伺いたいと思うんですけれども、まあ、こういった今、全国的に蔓延が、急速に感染が広がっている状況の中でまず県内の状況を伺いたいんですけれども雇用、経済こういった面でですね、どういう影響が出てるんでしょうか。特にどの分野で深刻になってるんでしょうか。まず和歌山県は、まあ、観光立県なんですよ。観光だけで生きてるわけじゃないんですけど、実は製造業の比率すごい高いところなんですけど、やっぱりこれから伸びしろを考えると観光だし、特に外国からの入国なんですよね。でそれをね、しかもうまくいってたんですよ。でそれがもうぺっちゃんこですから、なかなかね、これは打撃が大きいんです。で特にその観光、誘客に関する、宿泊、あるいはバス、交通、それから物品販売、そういうところはもうガタガタになってますね。でこれをなんとかコロナがいつか終了するだろうから、その時までに見逃して、それで次にまたもう一回発展しなきゃいけないというのがですね、我々の仕事ですね。で、そこはもう本当に悲惨な状況なんですが、製造業の世界もだん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 効いてきましてね。で、やっぱり、例えば、新聞なんかで大企業の、
生産削減みたいなのが出てきますよね。そうすると和歌山でそれも裾野産業みたいなのが多いものですから、でそういうところにも影響がだん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 出てきていますね。だからそういう意味では、これは容易にならざることだなというふうに思ってます。ただまあこれも、まあ、私はあの国がものすごく一生懸命やってくれていろんな制度ができたので、もうガンガン使わせてもらって、なんとか延命を図りたいというふうに思ってますね。そのなんとか延命という発言ですけれども、まあ、政府の今回の緊急経済対策、まあ、当面の資金繰り、あるいはですね、当面の生活保障という面で考えたときに、どうでしょう、まあ、なかなか出口も見えないんですけれども、これで十分なのか、状況にして、さらに追加の対策を求めるという声を上げるようなタイミングが出てくるんでしょうか、その点はいかがでしょう。感染の長引きによるじゃないですか。それは長引けば長引くことが大変なことになっていきますので、こんなもんじゃ足りないという時期がひょっとしたら感染が長く続いた時にいつか出てくると思います。それは当然我々もお願いをしない関心、お金がなくなっちゃうとね、それから政府の方もむしろ我々もっと早く考えるでしょうね。でもう一つですね、この先を見て感染が全国的に収まってきたときに次に打つ対策ですね、これ特に和歌山の場合、先ほども指摘ありましたけど観光であるとか、なんか、まあ、戻す時の、期待も大きいだろうと思うんですけども、その、まあ、収束が見えた段階、そこでの必要な対策っていうのはどういうものがあって、何に特に期待をされていますか。はい、もうありとあらゆることはしなきゃいけないんですけど、まず元の秩序に戻していかないといけませんよね。で、したがってまあ、なんとか延命をといったって倒産しているところが出てくる可能性もあるし、でそういうのを戻さないといけないということもありますが、もう一つはやっぱり次はプロモーションしないといけませんね。でその時にどうやってやっていこうかという段取りは今考えています。で一つだけ申し上げますと、観光について、よみがえりの地和歌山です。これはですね、熊野古道の五百万の、実は最も重要な宗教的なテーマ、よみがえりの地なんです。和歌山から見るのこれがキャッチフレーズです。まだまだ先ですけどね。うん、まあ、難しいですところはですね、本当にこうそういう対策を早めに出せばですね、いいんですけど、それが人の動きを活発にさせてしまうと、今の効果を薄れてしまう。完全に治ってからです。もう感染が収まってから、そういうのを続いた時の話をちょっと言っただけです。ここまでお話を伺ってきましたけれども、まあ、総括的な質問になるんですけれども、今回の事態を見て思ったときにですね、改めてこういう危機に直面した時の都道府県知事、特にトップの役割の大きさと責任の大きさということが分かってきたと思うんですけど、まあ、こういった事態に直面した時のトップの在り方、今回まあ大きな教訓にもなると思うんですけれども、西澤さん、振り返ってみてですね、何が必要で、何ができて、もしかしてこうすればよかったっていう点が今あるとしたら、どうなってんでしょう。まあ、その都度その都度考えて、ベストなやり方をやってみたつもりなんで、そんなに今のところ反省があるわけではないんですね。で、だけど、どういうふうにしていつも考えてるかというと、やっぱり、その県民の利益というのをどうやったら極大化できるかということですよね。そのためには、さっきもちょっと言いましたけども、一番大事なことは論理なんですよ。どうやったらそうなるかっていうのは、ちゃんと議論して詰めれば分かってくるんですよね。で、みんなでそれを議論すればいい。一番いけないのは、ええかっこしいですね。自分の、政治的な意義をアピールする。これだけはやっぱり通じたのがいいと思います。もう一つ、そして今後ですね、まあ、国の役割、こうした時代での国の役割、もう一つ、まあ、関西全体と言っていいのかどうか分かりませんけれども、広域的な、自治体間の協力、この2点についてさらに伺いたいと思います。はい、国の役割はですね、やっぱり方向性を示すことですよね。この災害もみんなそうなんですけども、やっぱり頑張ろうというその意向を示して、それで国民を鼓舞するということが大事だと思うし、それから
ちょっとまだ夜の街で遊んでるというのが多かったらですね、それは注意するとかね、そういうことも含めて、そうい う, こう精神的な覚悟にちゃんとなるということが大事だと思います。それから性応用に。で、これは使うのはですね、現場なんですよ。都道府県だけじゃなくて、都道府県であったり、企業であったりするわけですけど、用意をするのはやっぱり国が中心ですよね。だから、そういう使える制度を用意するというのがですね、国の大きな仕事だって、私はなんかちゃんとやってるんじゃないかと思いますけどね。それに関連した質問で、恐縮ですが、もう一つ、はい、朝日新聞の太田さんからですけど、今どういう段階かというのはとても大事ですと。で、そうした観点から言うと、先ほど言及された安倍総理大臣の全国一斉休校要請などのタイミング、要請などはタイミングから、もう手法からも疑問でしたと。ここまでの国の対応をどう見ていますか。あるいは世界も含めて、この件で特に参考したり、反面教師にされたりしている政治リーダーはいますかという質問ですが、これいかがでしょう。それは、まずは、後者の方はよくわかりませんね。外国のメディアかなんかから見ると、ものすごい日本はコンスピラシーの塊だと言ってですね、私に質問をしてきて、そんなのは日本人は得意じゃないからねと言ったら、原稿が全部得意になったというようなケースもありましたし、それから例の休校の話、あれはですね、正直言うと、和歌山 の, 感染状況からするとしなくてもよかったかもしれません。でしかし全国的にはもっと和歌山にも悲惨なところもあったし、それからみんなでここは防圧のために努力をしようということをですね、さっき言いましたその姿勢を示すとか方向性を示すとか、そういうものだと考えればですね、まあそんなに非難じゃないんじゃないかなという気がするんです。ただ、それをあんまり聞かなかった人もいたかもしれませんね。こんな感じです。はい。これまでにさせていただきたいと思います。仁坂知事、本当にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。